はい、スリープフリークスの水谷です。今回はノイズテクニック、エンベロープと LFO を使用した2種類のテクニックをご紹介いたします。非常によく使うテクニックですので、プログラムとして保存しておくと次回以降簡単に呼び出せます。ハリオン6でのプログラムの保存方法とともにぜひ覚えてください。まずはこちらをお聞きください。今回はこちらのノイズ1とノイズ2。まずはノイズ1。シュワッと入ってくるノイズですね。ブレーク明けや盛り上がる直前にこれを入れると一気にスピード感が出てきます。そしてこちらのノイズ2。サイドチェーンがかかったようなノイズがだんだん小さい音になっていくテクニック。サビの頭であったり、A メロの頭、イントロの頭、様々なセクションの頭に入れることで、さりげなくノリの良さを引き出してくれます。それではまずノイズ1から。あらかじめシンセゾーンが入ったプログラム1を作成し、スロットラックへ入れてあります。やり方は過去の動画をご参照ください。エディット、ゾーン、左から3番目のアイコンをクリックして、オシレーターを表示させます。今回使用するのはノイズオシレーターになりますので、ノイズと書いてあるところだけをオンにして、他はオフにします。この部分をクリックすることで、ノイズのタイプが選べるようになります。上からホワイト、ピンク、ホワイト BPF、ピンク BPF。BPF はバンドパスフィルターの略ですね。どのようなキャラクターか聞いてみましょう。まずはホワイト。と、その前に、下のレベルでノイズの音量調節をしておきます。今回は 100% にしておきましょう。それでは。ホワイトは明るめのノイズですね。続いてピンク。ピンクは暗めのノイズですね。続いてホワイト BPF。ホワイトのハイとローが削られた明るめなのですがちょっとこもった中域だけのノイズ。続いてピンク BPF。ホワイト BPF と同じでピンクのハイとローが削られた暗めでちょっとだけこもった中域だけのノイズという4つのキャラクターから選択可能になっています。ノイズ1は明るくシュワッとさせたいので明るめなホワイトを選択しましょう。では次にどのようにシュワッとさせるか。今回はフィルターエンベロープというものを使ってみたいと思います。まずは左から4番目のアイコンをクリックしてフィルターを表示させ、フィルタータイプはクラシックで一番下は LP24。ハイを削ってローを残すローパスフィルターですね。カットオフのつまみを左に回すことでハイが削られていきます。一番左に振り切ると 10Hz より上の音が削られるのでほとんど音が聞こえない状態になります。ということは再生された時はカットオフが左いっぱいで、ノートが終わる良いタイミングでカットオフが右いっぱいになればシュワッとした感じになるんですね。やってみましょう。今回は1小節分伸ばしたノートを使います。ノイズには音程がありませんので、どの音程でも大丈夫です。いかがでしょう？手動でやっているのでおぼつかないですが、なんとなくシュワッとしてますよね。これを手動でなく自動でやってしまいましょう。というのがフィルターエンベロープになります。右から4番目のアイコンをクリックしてエンベロープを表示させ、アンプの隣のフィルターをクリック。これがフィルターエンベロープになります。どのような仕組みになっているかというと、まずフィルターエンベロープを有効にするため、フィルターのエンベロープアマウントを右もしくは左に振り切ります。右に振り切った場合、カットオフで設定した位置がエンベロープのスタート位置となって、アタックの時間をかけてカットオフが右に動きます。そしてディケイの時間をかけて、サスティーンで設定した位置まで、カットオフが戻る。フィルターのエンベロープアマウントを左に振り切ると真逆の動きをします。ということは、今回の場合、カットオフを閉じてるところから右に開いていくので、フィルターのエンベロープアマウントは右に振り切りましょう。この状態で聞いてみると、ちゃんとカットオフが動いてますね。ちょうど1小節でカットオフが開ききるように設定しましょう。上にある真空をオンにすることで、DAW のテンポに合わせられるようになります。
デフォルトでは16分の1になっているので、16分音符の長さのグリッドが表示されております。この部分を1分の1にすることで1小節単位のグリッドに変更できます。右下のマイナスでズームアウトすると、1分の1が見えてきましたね。この位置が1小節です。アタックを1分の1まで移動して、ディケイの時間でカットオフを戻したくないので、その隣のポイントは一番上にしましょう。エンベロープのラインはドラッグすることでカーブを描くことができます。このようなカーブを描くことで、後半にかけて急激にカットオフがシュワッと開くようになります。カットオフは一番左に振り切るより 90Hz ぐらいにした方がちょうどいい気持ちいいシュワッとした感じになります。ミキサーでリバーブを入れて、ミックスは 22% くらい。これでノイズ位置の完成です。聞いてみましょう。簡単ですね。それでは次にノイズに。先ほどと同じようにオシレーターはノイズだけを使用します。ノイズのタイプはホワイト。ノイズにはサイドチェーンがかかったような感じでしたよね。サイドチェーンといえば以前の動画で LFO を使ってやってました。ということで LFO を使っちゃいます。ノイズの音色をこもらせたり、こもらせなかったりさせて、シュワッシュワッとさせるんですね。こもったり、こもらせなかったりするには、先ほどのノイズ位置と同様に、ローパスフィルターのカットオフを右に回したり、左に回したりすれば良いってことです。先ほどと同じくフィルターで、クラシックと LP24。一番右のアイコンをクリックして、モジュレーションマトリックスを表示させ、ソースで LFO1、ディスティネーションでカットオフ。ひとまず下のデプスは右に振り切りましょう。右から3番目のアイコンで LFO を表示させ、ウェーブフォームをサイン。DAW のテンポに合わせるためシンクモードをテンポプラスリトリガー。ノートが鳴るたびに LFO の動きを最初に戻すためにリトリガーモードをオン。フリークエンシーは4分の1。フィルターのカットオフを真ん中ぐらいにして再生してみましょう。カットオフが開いてる音が主部の頭に来てるので、縦乗りっぽく聞こえちゃいますね。ということで、モジュレーションマトリックスのデプスを左にします。こうすることで動きが逆になります。裏乗りになって良くなりましたね。次にだんだん LFO がかかるようにします。こちらも簡単です。LFO のこの部分、実はエンベロープになっておりますので、このポイントを右に動かすことで LFO を徐々にかけることができるようになります。下のフェードインが5000くらいがちょうどいいかもしれませんね。聞いてみましょう。だんだん LFO がかかるようになりましたね。でも出だしの音がちょっとこもってます。LFO が徐々にかかるということは、フィルターのカットオフで設定した位置から徐々に動くということですので、この状態だとハイがだいぶ削られた位置からスタートすることになります。スタート位置をもっと明るくするためにカットオフを右に振り切りましょう。あとはだんだんと音量を小さくしていく設定。エンベロープのアンプでシンクをオン。その隣は1分の1に設定。右下のマイナスでズームアウト。今回は4小節分のノートを書いています。4小節かけて音量を下げたいので、タイムが1分の4になるまでポイントを右に移動。4小節後に音量を0にするためにポイントを一番下にする。徐々に均等に音量を下げたいので、ラインをドラッグして直線にする。この時、Windows の場合はコントロール、Mac の場合はコマンドキーを押しながら曲線をクリックすることで、一発で直線になります。先ほどのノイズ位置と同様にミキサーでリバーブを入れて、ミックスは 22% くらい。これでノイズ2の完成です。ノイズ位置と合わせて聞いてみましょう。いかがでしょう？これらのノイズは非常によく使いますので、プログラムごと保存しておくと便利ですね。プログラム位置を右クリック。ロードセーブ。セーブプログラムアズ。任意の名前をつけて、OK をクリック。次回から呼び出したいときは、どちらでも良いので、ロードプログラムをクリックし、こちらに保存した名前を入力。すると、下に表示されますので、クリックすると呼び出せます。よく使う音色などは保存しておくと便利ですね。
それでは今回はここまで。ありがとうございました。